今回はですね、9月のメダカ水蓮ビオトープのやることまとめを、紹介していきたいと思います。今回もざっくりですね、ハス、水蓮、メダカ、ビオトープ、水草、熱帯水蓮と耐寒性水蓮どっちも、全体的に幅広く浅くね、やることをね詳しく紹介していきたいと思いますので、ぜひね動画最後まで見ていただいて、9月ね皆さんメダカビオトープでやること、確認していただけたらなと思いますので、ぜひね動画最後まで見ていってください。ということでまずハスから見ていきますけど、ハスはねもう完全に、お花終わっちゃって、多分こういう枯れた葉っぱとか、生きてる葉っぱ、だけになってると思います。なのでこの時期9月の管理としてはもうハスはですね肥料は与えないでください。与えないです。でやることとしては本当もうこういう枯れた葉っぱですね、これ枯れた葉っぱは、もう根元から、カットしちゃってください。ちょっとやってみるとですね、もうこういう枯れた葉っぱはこういう、もっと下から切っちゃってもいいんですけど、カットしてこういう生きてる葉っぱだけはね残しておいて、あとは水はね絶対切らさないでください。あとこういう種ができてると思うので、種を収穫したい方はもうこのぐらいになったら種できてますので、これも切っちゃって種を収穫するっていう感じですね。あとはもう放置で大丈夫ですね。これからの時期は本当緑の葉っぱだけ残した後、水切らさないで置いとけば OK です。ということでもうハスは終わりなので、特別ねお手入れはそこまでガッツリはないです。枯れた葉っぱもね別にカットしなくてもいい、ほっといちゃっても全然大丈夫です。ただ見た目とかね、綺麗好きな方はねカットしちゃっていいと思います。自分はめんどくさいんで放置です。冬勝手に枯れるか、冬の暇な時にカットするっていうイメージですね。そしてお次見ていくのは水蓮ですかね。水蓮のお手入れも特別ね夏場とほぼ一緒ですね。耐寒性水蓮とアゾッカン交配種は同じで、こういうね枯れた葉っぱとかですね、黄色い葉っぱを取ってあげるっていうのと、あとはそうですね、植え替えですね。植え替え株分けもまだ今の時期全然できますので、植え替え株分け、こういう小株がいっぱいできてるのとか、成長点がねもうこっちの壁にぶつかっちゃってるのは、植え替えとね株分けをしてあげてください。今の時期植え替えると、ただね今の時期植え替えはまたこれ別動画で詳しく解説するかもしれないですが、成長が早いですね。伸びる品種、ラズベリーとかそういう伸びる品種だと今植え替えちゃうと、もう多分ね秋の終わり11月とか10月ぐらいにまた壁に激突して、また春先に、植え替えなきゃいけないみたいな、のがあると思いますので、今の時期植え替えるだったらあんま伸びない品種、例えばマニーレッドとか、そっち系ですね、そっち系の品種を植え替えるとねいいと思います。で伸びる品種、ラズベリーとかそのめちゃくちゃ成長が早い品種は植え替えるだったらもう11月とかね、そんぐらいに、植え替えるのが、いいと思いますので、それぞれ、品種ごと植え替えのタイミングがあります。この辺もまたちょっとね詳しくね動画出せたら出そうかなと思います。なんで水蓮、耐寒性水蓮とアゾカン交配種はそうですね、植え替えちゃってもいいですし、あとは、先ほど言った葉っぱの処理ぐらいですかね、やることとしては。でそうですね、追肥をされてる方ですね、追肥はされてる方は、まだね9月だったらね普通に IB 化成肥料とかね追肥ちゃって大丈夫です。植え替えとかしてもマガンプ系とか初期にがっつり入れてる方は、肥料追肥はなしでもいいんですけど、豆に結構追肥されてるよっていう方はまだ9月だったらね IB 化成とか効き目早い肥料はね、追肥ちゃって大丈夫です。これとかねもうがっつりね植え替えましたね。植え替えでこういう黄色い葉っぱは、カットっていう感じですね。お手入れ方法としてはこの状態がね結構ねベストですよね。でそしてね熱帯水蓮ですね。熱帯水蓮がね結構ねこの時期ね重要になってきますね。まず熱帯水蓮ね、この時期必ずやっておいてほしいことはですね、こちらのムカゴ種ですね。ムカゴ種だとこの紫式部か、紫式部とかですね、多分ねムカゴがね今の時期ねいっぱいできてると思います。こんな感じで、これとかもムカゴ、めちゃくちゃ立派なムカゴだな。こんな感じでムカゴがいっぱいできていると思いますので、ムカゴをね今の時期必ずねいっぱい作っておいてください。ムカゴ種ですね、紫式部とかドーベンティナ、その辺ですね、ブリン、このね親株よりこのムカゴの方が圧倒的に、冬、強いです。なのでムカゴを必ず、作っておいてください。でムカゴも植え付けずにこのまま置いといた方がですね越冬確率がね高いです。なので、越冬用でこう放置しておく、ムカゴ、あとは植え付けて、まだ9月、今植え付けるとですね、9月の頭植え付けると9月1ヶ月で成長して10月11月ぐらいにねお花楽しめるので、お花楽しむ用とね分けてもいいと思いますし、熱帯水蓮はそのですね、もう10月11月ぐらいまで、がっつりでもうお花を楽しみたい、越冬はどうでもいいよっていう方は IB 化成肥料を少量ですね、効きが早い IB 化成肥料を少量追肥したり植え替えするのはありだと思います。ただ越冬を考えるだったらもう今の時期から肥料を与えずにですね、こんな感じでねもう元気なくなっちゃうんですけど、これ元気なくなっちゃってる方がもう、肥料もなくなってもうそろそろ冬だよっていうのが分かってですね、越冬しやすくなるんですよね。
まあ、要するに、熱帯水流が、ね、休眠に差し掛かってます。こういう感じだとですね、こうするとですね、この状態だと越冬確率が、ね、めちゃくちゃ高くなります。なので越冬を見据える方はですね、越冬を必ずさせたいよという方はもう今の時期は、ね、植え替えも肥料も与えない方がいいです。本当にもう越冬はいいから、とりあえず11月ぐらいまで花がつい楽しみにないよという方はね、肥料を与えるという感じで、2パターンね、ぜひね、やってみるというか、まあ、皆さんのね、なんだ状況どうしたいかによって分けてみるとね、いいと思います。まあ赤玉ちゃんも言ってたんですけど、もう一年草みたいな感じで割り切るよっていう方だったら、もう本当ね、がっつり肥料与えて11月ぐらいまでね、お花楽しむのも全然ありだと思います。なので、ね、熱帯水蓮はね、今の時期結構ね、重要ですね。なんでムーカゴのキープ、あとは越冬させるのか、秋までがっつり花楽しむか、どちらかですね、その辺をねしっかりやっておいてください。特にこのムーカゴ苗ですね、ムーカゴ苗はねいっぱい作っておいてくださいね、保険になりますので。まだね耐寒性水蓮もね咲いてますね、全然クライドアイキスとかが咲いてます。で次にメダカですね。メダカもですね、もう今の時期重要でですね、多分ねちょっと前の動画で紹介したと思うんですけど、採卵のねラストチャンスですね。重要なとこ噛みましたね、メダカ増やすラストチャンスになりますね。まあ今9月いっぱいぐらいだったら、卵を取って孵化させれば越冬に間に合うぐらいのサイズまで、なります。なのでもっとね増やしたいよっていう方、メダカですね、9月がねラストチャンスになりますので、必ずね卵、取ってください。でこの9月とかね秋とか夏にね、効率よくね採卵する方法を詳しくね動画解説してるのをアップしましたので、気になる方はねそちらをご覧になってみてください。そこでね、詳しく解説してます。なのでねメダカまだ増やしたいよっていう方はね、今の時期ラストチャンスになりますので、がっつりね産卵させてください。でまあ、お手入れとか、ね、管理方法としては、ね、真夏と一緒ですね。9月、ね、まだめちゃくちゃ暑いので、まだ、ね、餌もがっつり与えていいですし、水替え もう全冠水で、ね、がっつり、ね、水替えしちゃっていいので、まあ、お手入れとか、ね、育て方は、ね、基本同じですね。そこの、ね、産卵採卵だけもうラストチャンスになりますので、頑張ってもらって、お手入れは基本一緒で、大丈夫です。餌がっつりあげて水替えがっつりしてあげるっていうイメージですね。まあ、メダカの、ね、稚魚とか張り子もですね、もう寒くなる前に一気に、ね、成長できる9月の、ね、ラストチャンスになりますので、もっと、ね、大きくしたいよっていう方はですね、もう餌を、ね、がっつり与えて、もう張り子とか、ね、稚魚もですね、がっつり成長させて、もう冬越せるように、ね、立派に、ね、育てていきましょう。9月だと、ね、気温高いですし、水温も、ね、かなり上がるので、張り子の成長も、ね、まだまだ早いです。逆にもう10月、11月になってくるとかなり、ね、成長がゆっくりになってしまいますので、張り子を、ね、大きくしたい方は、ね、今、ね、がっつり、ね、餌あげて水替えいっぱいして、早くね大きくしてあげるのがベストです。そしてね、水草は多分今こんな感じでもっしゃもしゃのわっさわさになってると思います。9月もまだね全然がっつりね成長してきますので、これもね真夏と基本同じような管理ですね、がっつりトリミングして、差し戻しとかねしていく感じですね。まあ、冬見据えるだったら、もうね綺麗にカットして、水中用バージョン、水上用バージョン、どちらもね、作っておくとね、いいと思います。その辺の詳しい動画も過去動画でねアップしているので、気になる方はね、ぜひそちらをご覧になってみてください。まあ、まだね焦る時期じゃないので、がっつりねその辺の管理はしなくてもいいと思いますけど、まあ、好きな水草とかね、今年初めて導入で寒さ強いかどうか分かんない水草とかは、ポリポットをね、株分けっていうか、まあ、差し戻しですね、差し戻ししてあげて、何ポットかね作っておいてあげて、水中に沈める水中用と水上で育てる水上用、どっちもね作っておくと、いいと思います。でまあビオトープ総合的に言うと、まだこの時期ですよ、まあ、9月ね、もう毎年なんですけど、めちゃくちゃまだ暑いです。なのでですね、本当夏場の管理と一緒で大丈夫です。もうがっつり水替えしてあげて、そうですね、水蓮も植え替えしてあげて、もうフルリセットとかでもいいので、そんな感じでね綺麗にしてあげるとね、いいと思います。まあ、C っていうのはね、これから台風シーズンになってきますので、しっかりねオーバーフロー対策、これ全然オーバーフロー対策できてないですけど、しっかりねオーバーフロー対策をしてあげて、台風に備えることぐらいですかね。あとは本当もう水替えですね、ひたすらがっつりしちゃって綺麗にしてあげていいと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。また皆さん、いつもねグッドボタンやチャンネル登録ありがとうございます。またねヤフオクで水蓮水生植物、購入してくださった方もありがとうございます。今もですねヤフオクで水蓮水生植物、絶賛販売中ですので、ぜひねヤフオクカズの中水蓮ビオトープ、検索してみてください。元山はねいつでも植え替えやってますし、9月もね、まあ、秋のね植え替えシーズンということで、植え替え株分けした水蓮ね、結構ねたくさん、特に耐寒性水蓮とアゾッカン交配種ね中心でいっぱい出してると思いますので、ぜひねヤフオクカズの中水蓮
ビオトープ検索してみてください。先ほど言ったようにね、今植え付けにはねちょうどいい時期です。今植え付けてもらうと9、10、11ぐらいでね成長して冬越せますので安心安全です。そしてね、春先の寒い時期に植え替えしなくても、今植え替えちゃっとけば多分5、6月ぐらいとかでね植え替えすればいいぐらいのタイミングになりますので、植え付けにちょうどいい時期ですので、ぜひねヤフオクでね、スレン、落札してみてください。ヤフオクやってない方もね、今年からスレン農園の、ね、メールアドレスやツイッター、インスタの DM からですね、直接スレン農園の、ね、スレン、購入できるようになりました。詳しくは概要欄に貼ってありますスレン農園の、ね、スレン購入方法の動画からね、ご確認ください。スレン農園の、ね、見学もやってますけども、だいぶ、ね、終わりかけなので、来シーズンした方がいいと思います。まあ、気になるよっていう方はね、こちらも概要欄にスレン農園の、ね、見学予約方法の、動画アップしてますので、そちらからね、ご確認してみてください。店舗販売ではね、大阪にあります箱庭物語さんや、静岡県にありますね、赤玉ちゃんのお店で、自分のところね、ハス、スイレン、水生植物、絶賛販売中です。ぜひね、お近くの方は足を運んでみてください。こちらもですね、概要欄に住所とね、リンク貼ってますので、そちらからご確認ください。サブチャンネルではね、観葉植物チャンネルもやってます。観葉植物好きな方はね、ぜひね、そちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今年はですね、サブチャンネルの方で観葉植物以外にもですね、自分の趣味の、ガサガサとかカブクワの昆虫採集動画とかもアップしてますので、ぜひね生き物好きな方はね、そちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。いやもうちょっとねガサガサもね、行きたいので、多分行ってくると思いますので、ぜひねチャンネル登録してガサガサ動画、楽しみにしててください。今日はねこのシーヌ湾がね綺麗ですね。まあちょっとね今日はキーワードとかやらない予定だったんですけど、このまん丸のシーヌはめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗に咲いてますね。ということで今日の最後のキーワードはシーヌ湾でお願いします。いやめっちゃ綺麗。いやではまた、今日も暑いです、残暑ですね。でもね風はもう秋の風になってきましたね。日差しはまだ夏ですけど空気はねもう秋ですね。